あ、でもね、今回はですね、今回はですね、本日も検証動画なんですけども、今回私は、あー、なに？あなた、あたしは歩き、痛めないでしょ。怒らないから、正直答えて。怒ってるやん。怒らないでから、正直答えてつって、クソ怒ってるやん。おいおい、サイルエットの術で、自分で歩いて、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 今こちら私のサブ島からお送りしております。まあ、なんで今回はねサブ島で集まりをしてるかっていうと、気にしないでください。特に深い意味はないで気にしないでください。このゲームですね、 ZL ボタンを押すとこのようにスマートフォンっていうのが開けると思うんですけど、こちらカメラっていうのがあるんですよ。でカメラモードにしたらですね、プラスボタンで撮影ができるんですよ。いきます、バシャ。はい、このようにですね、撮影しましたと今なりましたね。でホームボタンでこちらアルバムを押すと、はい、このように写真がね、まあ、ちゃんと撮れてるのか分かると思うんですけども、写真を撮る場合はですね、やっぱ容量がね必要だと思うんですよ。ある程度容量はこのデータ管理って場所が見れるんですよ。空き容量 5.4GB。 ではこちら私はね、今サブスイッチの本体容量は 5.4GB 残ってるということなんですけど、スイッチの容量がいっぱいの状態で、あつ森をこのカメラで写真を撮ろうとしたら、どうなるのか。容量がもういっぱいな状態で写真を撮りまくると。そしたら、容量がいっぱいで写真が撮れないよみたいなね、なんか警告の文章とか出てくるのかと。ということで、まず容量をいっぱいにするために、任天堂 e ショップでね、なんか適当にゲームダウンロードしてきます。おいじゃん、このゲーム。必要な容量 4.9GB。じゃあ、忍者ダウンロードしよう。別に遊ばないけど、忍者ダウンロードしよう。どんぐらいかかんの？ゲームダウンロードすんの。おおおおおお、できた、ダウンロードできた。忍者ダウンロードできましたー。現在の容量は？おめっちゃあった！さっきはラッキーオール 5.4GB だったのが 556MB！ ダウンロードするのにかかった時間は20分。早いのか遅いのかよくわかんないな。これもダウンロードしよう。そしてあと YouTube も入れよう。容量いっぱいしようと思ってポケモンクエストってやつダウンロードしようと思ったらさ、容量がいっぱいでダウンロードできませんって言われた。今どんぐらい容量だろう俺。もう容量がいっぱいだ、ほんとに。さあ、ここからひたすら写真を撮っていきます。ほらーほらーパシャ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 、はい、行くぜ。もうプラスボタン連打。さあ、もう今容量めちゃくちゃもういっぱいだからね、このステッチ。さあ、もう連打よ、ひたすら連打。もうプラスボタンひたすら連打。これ1枚の写真の容量ってどんぐらいなんだろう。やばい、お疲れだこれ。あっ容量がいっぱいだ。取れないよ。取れなくなっちゃった。保存先の容量がいっぱいです。いやいや、うわいや、俺のアルバムが地獄になっちゃった。